シュタイナーがあれですね、はい、あの国語算数理科社会みたいな教科書ないんですよね、自分たちで作ってる、自分で作る。でも要するにそういうフリースクールとかオルタナティブスクールって労働者か経営者で言ったら経営者タイプの人たちを育てる場だと思うんですよね。労働者、まあ、あの労働者の言い悪い者ではないと思うんですけど、やっぱり学校の先生、僕も学校の先生だったから、そういう公務員って要するに、言われたことを言われた通りにやるのが上手な人たちがそういう、ね、公務員だったりするわけで、でもそういう人たちも、ね、社会の中で必要だと思うんですよね。だから公立のようなところで、学ぶ必要もあるとは思うんですけど、そうじゃない子どもたちもいるわけだと思うんですよね。だからそういった人たちについては、あのフリースクールだったりオルタナティブスクールでもっと自分のね、あのさっき言われてたような能力とかが発揮できるような会社もそうですよね、でもそういった意味で、そういう風な受け入れるあの会社も本当30年前40年前に比べたらいっぱい増えてきてると思うんですけど、なんかこう、まあ、僕もあの5歳の子供がいるんですけど、父子家庭、まあ、あの母子家庭で行ったり来たりして行ったり来たりなんですけど、僕もその子供を幼稚園いる時、20カ所以上行きました。あのいわゆる完全に教育、詰め込む教育のところから、森の遊び場所みたいな、本当森の中で育てるところまで行って、で、あのもう自分で作るしかないなと思いました。うん、最終的にはもうそう でもそこで自分で作るしかないなってなった時に、それ俺がそう思っておけどどうなんかなっていうのに一個なんかなっちまって、で最終的に、まあ、あのそこの園長先生とかとあの話して、すごい打ち解けていいところだったので、今公立の幼稚園に行ってるんですけど、でもやっぱり子供のこと考えたら最終的に学校作るってところまで、なんか学校作るっていうところまで行くのがすごい分かるなって思った。だけどその時にその親、あの社会とか、組織とか別として親の幸せの基準が何かっていうのしかないなと思って、で、まあ、僕は結構本当おにぎり食べるだけですげえ幸せになる感じです普通になんかこう大体ずっと幸せな感じなんですけど、その親が何を幸せとしているか、で子供にどうなってほしいかって、ある意味その親の思想は一番強くなんか入ってしまうと思うので、そこと合う親の思想とか学校の思想が合うところがあれば一番理想だなと思うんですけど、その幸せの定義がやっぱ親で全く違うんで、そこがこうオルタナティブスクールだったりフリースクールってやっぱ普通の学校より一人一人 の生徒さんと向き合うイメージがあるんで、まあ、その子の個性をもっと伸ばせるとか、そのお子さん、その親と話してどう何を幸せとするかというか、ある意味あの自由と、まあ、ちょ自由の定義も広いですけど、そういうふうに生活した人が例えばある工場でずっと勤めないといけない時にむちゃくちゃ苦しいと思うんです、精神的に。だから そういう例えばそれが、まあ、ある意味一般的なサラリーマンでがっちり働くのが一番安定した収入が得て、っていうのが親が幸せと思ってるんだったら、多分そういう教育のところを選んできたし、そのいやもうその自分で考えて全部自分で行動して、そういうリスクとかも全部負って自分の人生をっていうタイプの親の人だったら、多分ある意味オルタナティブスクールで一人一人のその個性に沿ったものでやった方がいいなっていうのは、正解がないんですね。正解ないですね。だから僕もあのオルタナティブスクールとフリースクール全国いろいろ今7カ所か6カ所かな、あの県内外回って、どこもいいんですよ。どこも特色があって、どこもね、あのいろんないいところがあって、だから正解ないんだなと思ったので、今さっき下川さんに言われたように、なんかその親御さんの、ね、考え方と子供の行きたいっていう、この、ま、ここがマッチしたらもうどこでもいいんじゃないかなと思うんですよね。それが公立であってもフリースクールであってもオルタナティブスクール。YouTube を最後まで見てくださってありがとうございます。川津先生です。ご質問やご感想がある方は、公式 LINE よりよろしくお願いします。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。